Hola, soy Maki. Interprete de los seleccionados de los Juegos Olímpicos. こんにちは。オリンピックスペイン語通訳、ママナースのマキです。この動画では小児科勤務歴ありの私が子育ての視点で使えるスペイン語を紹介していきます。今日も元気にスペイン語フレーズ1個だけ覚えていきましょう。毎日1個だけ。でも1年で365個になります。親子でチリツモ活動していきましょう。今日の一言スペイン語フレーズは、Hace mucho tiempo que no veo a Taro. Hace mucho tiempo que no veo a Taro. タローに長い間会っていません。Hace というのは、する、行う、または時間の経過を意味します。Mucho はとても、からムーチョのムーチョです。Tiempo は時間。なので、Hace mucho tiempo は長い間となります。Que はこの場合接続詞でこの「け」の前と後ろをつなげます。「ベオ」は「私は見る」という意味で「Hace mucho tiempo que no veo a Taro」「タローに長い間会っていません」となります。コロナウイルスの感染拡大によってなかなか会えなくなった人が皆さんにもいると思います。私は看護師なので患者さんたちがご家族と会えないのは本当に心苦しく思います。体調の悪い時、弱っている時はいつもより家族や大切な人にそばにいてほしいですよね。ご家族や大切な人も会えないことで不安が増してしまっている気がします。Zoom やスカイプ、LINE 電話などが顔を見て一応話せるんですけど、やっぱり会いたいですよね。顔を見るってとても大切だと思います。今日の一言スペイン語フレーズは、Hace mucho tiempo que no veo a Taro。あなたの会えていない人の名前をこの太郎のところに入れ替えて使ってみてください。Hace mucho tiempo que no veo a 誰々。誰々に長い間会っていませんという言葉です。それでは今日はこれで終わりにします。見て聞いてくださってありがとうございました。皆さんにお伝えすることで私もスペイン語を伸ばしています。一緒に毎日1個覚えていきましょう。Entonces, muchas gracias por ver el video. Chao!